そうだったんだ。あ、うん、そうだよ。やっぱりそう、あの時からそうだね。そうそう、そんな私はまだまだ、確かに、けどスタンドアウトのみんなとも。ねえねえ、え、だって私もやりたい。楽しそうだけど、吹奏楽部のその気持ち。でもストロコナミも最初は不安かもしれ。そうなん、ニットの秘密だと。私は何日か最近ず、じゃあライブ、文化祭があればちょうどいいんだけど。ライブ、みんなと演奏できるのは嬉しい。こんな中途半、あ、志保のバイト先、もしよければ。ごめん、え、ライブの話。志保ちゃん、あ、ごめん志保。でも、だからそういう話じゃ、一花が頑張ってるのもみんなの演奏のレベル。それでも悪いけど志保、ごめん。わ、志保ちゃん、志保ちゃん、やっぱり一花ちゃんだけの。でも志保ちゃんの考え、そう、ねえねえ、いつライブしてもいい、私たちがぐんぐん先。もちろん。でもな、みんなでストリだよね。どうしよっか。上手くなるための、え、どういうことですか。実際のライブを見て。そうだね、どんな音の見せ方。ふむふむ、じゃあ、あ、それならそうだね、いいね。